皆さんこんにちは、カンです。今日でイギリスに引っ越して丸3年になりました。あっという間なんか最近は毎日楽しく幸せに日々を過ごしていて、なんかこの日々がそのまま続いていったらいいなって思ってます。仕事してご飯食べてジムに行って週末は友達と会ったり、ちょっとどこかに遠出をしたり、トムちゃんとデートするみたいな毎日がずっと続いていったらいいなと思っています。僕は留学してた時も入れるとイギリスに 4.5 年ぐらいイギリスに住んでるんだけど、自分の人生の 14%、15% ぐらいがイギリス生活で占められてることに気づいてびっくりしました。なんかね、今年の初めにちょっと気持ちがズーンって沈んじゃったんだけど、今はそれも含めて、なんだろう、自分に必要な経験だったなって思うし、自分の経験としての一部としてすごい感謝できている自分がいて、なんかすごい、ああ自分はこのままでいいんだな、このままの日々が続きますように、このままの日々が続くように生活していきたいし、心のメンテナンスをしていきたいなって思ってます。はい。なので丸3年が経ってイギリス生活4年目が始まりますが、楽しみです。このまま平穏な日常が、何でもない日常でも、それがきっとかけがえのないものだと思うので、その日常が続くことを願って生活を続けたいと思います。では、さようなら。